カワラギ千住 JK。 ついに幕を開けた最終章。いきなりブラフマンとロクハラ短大が揉めてしまい、一触即発の状態になるも、警察の介入でなんとか収まった。そんな中で迎えた第215話で作中最大の衝撃が発覚するんです。それが無比カワラギ千住の年齢と性別。今回は3点の今後の行方から、カワラギ千住の真の正体まで細かく考察していきたいと思います。ということで今回は3点の行方、カワラギ千住の衝撃の性別について徹底考察したいと思います。なお東京リベンジャーズ第215話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ずここで動画を閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。いろいろあった第215話なんですけども、まずは重要なトピックスとして竹道のブラフマン加入でしょうか。ブラフマンとロクハラ短大の衝突後にドラケンのバイク屋に戻った竹道 NP ドラケンだったんですが、その後竹道を強引にブラフマンに加入させようとした明石にドラケンがブチギレ、そして明石、カワラギ千住らブラフマンとドラケンの目的が一致したことで仲間になったことが明かされたんですが、その目的とはブラフマン側は関東マンチカイを倒したい、ドラケンはマイキーを連れ戻したいというものです。こうした利害関係の下で竹道もブラフマンに入っていく感じになります。しかし無所属のキープレイヤーだったドラケンと竹道がブラフマンに入ったことで、3チームの中でブラフマンだけがズバ抜けて強くなった感はあります。メンツを見てもかなり豪華になっているんです。そんな主人公花垣竹道がブラフマンに正式加入したことで、キープレイヤーが徐々に埋まっていく最終章。当初はですね、関東マンチカイ、ロクハラ短大、ブラフマン、ここに加えてですね、竹道の11代目ブラックドラゴンが4チーム目として入っていくんじゃないかと考察したんですけども、第215話だけを見るとその可能性がついえたように見えます。そうなってくるとかなり問題なのが、三ツ矢、パーチン、スマイリー、ペイアン、千冬、八海、アングリなどの元東満時代の幹部たち。もし竹道がこのままブラフマンに居残り、関東マン次回ロクハラ短大との抗争が始まると、元東マン幹部たちの出番はかなり減ってしまうように思います。というのもブラフマンはですね、あくまでカワラギや明石のチームであり、竹道のチームではありません。そんなチームに元東マン幹部たちが加わるとは思いませんし、マイキーが心から信頼しているドラケンと花垣がどうしても欲しい。明石武臣もこのように言ってるように、ドラケンと竹道以外はブラフマンに迎え入れる気はなさそうです。とはいえですね、元東満幹部たちが闇落ちしたマイキー率いる関東満士会や、元東満と関係値がないロクハラ短大に入るとも思えません。となると元東満幹部や溝中5人衆は構想シーンで一切登場しない可能性も考えられるんです。つまり三ツ矢、パーチン、スマイリー、ペイアン、チフユ、八海、アングリの出番が激減。ちなみにこんな感じでですね、各チームごとの主要キャラを見ていくと、関東マンチ会だけがなぜか極端に人数が少ないです。なのでですね、おそらく関東マンチ会は幹部クラスのメンバーが登場するのは間違いないでしょう。となるとですね、もしかしたら三ツ矢やパーチン、スマイリー、ペイアン、チフユ、八海、アングリの誰かが関東マンチ会の主要メンバーになるかもと思うんですけども、結論から言うとそれはないと思います。というのも2018年のボンテンの構成メンバーにはサンズとココ以外の元東満メンバーは誰一人所属していません。また現代で竹道が元東満メンバーに話を聞いた時に、アングリーやスマイリーもマイキーに会ってないと言っていたことから、関東満次会の残る幹部クラスのキャラクターはおそらく新キャラクターになるんじゃないかなと思っています。とはいえ元東満幹部たちが構想シーンなどに出てこないのは少し寂しい感じもするので、現状ですね、竹道はブラフマンに加入したものの、途中で脱退して元東満幹部たちを引き、やはり4チーム目として参戦すると思っています。お待たせしました、本日のメインテーマです。もうね、第215話といえばこれ以外ないでしょう。カワラギ千住、まさかの JK。竹道が正式にブラフマンに加入することを表明した後に、なぜかですね、カワラギ千住より荷物持ちに指名された竹道だったんですが、翌日原宿で待ち合わせをしていて、その正体が明確になるんです。まさかの男の子。いや、普通に女性。しかも女子高生なんです。これにはツイッターのトレンドに千住が上がり、ネット上でも大荒れ。イケメン美少年だったカワラギ千住がまさかの女性だったことで、ガチ恋勢からは悲鳴が上がるんです。女ですって千住くんが発言するまでくん付けで呼ぶ。JK 千住ちゃんを見てから妄想が止まらん。
千住ちゃんにショックを受ける女読者対千住ちゃんに歓喜する男読者対ダークライなどなど、女性読者からは悲しみの声が、そして男性読者からは歓喜の声が上がるんです。さらにはこんな声も。千住ちゃんが女ならテラノサウスも女だろ。今思えば河原木千住が雨に濡れるのを嫌がっていたのは女の子だからという単純な理由なのかもしれません。そして河原木選手が女子高生だったことで、今後ぶつかる3点のトップ同士の勝負の行方も見えてきます。特に明確になるのがマイキー対河原木選手。というのもマイキーは第5話にて竹道の学校で突っかかってきたひなと竹道を殴ろうとするも、寸前で寸止めし竹道をからかっていましたよね。女に手出すわけねえじゃん。そしてこのセリフです。もしマイキーは河原木選手が女性だとしたらどうするのでしょうか。やはりマイキーは河原木に手を出せず、一方的に選手に叩きのめされてしまうのでしょうか。そんな河原木選手なんですが、明かされた性別と女子高生という年齢から双子ではないかと噂されています。大きく2つの可能性があり、1つ目はマイキーとの双子です。第215話で竹道がブラフマンに加入することが決まった後、竹道にですね、今日からお前は荷物持ちだと言い放つんですが、その時の笑顔がマイキーそっくりなんです。これまでも河原木選手とマイキーは髪型だったり小柄な体格などの見た目、蹴り技、そして名前に数字が入っている以上の3ポイントより、河原木選手とマイキーは非常に似ている、つまり河原木選手は佐野家との関係がある人間として考察してきたんですが、そんな中で第215話、笑顔を見るとやはりマイキーそっくりなんです。ここで一旦佐野家の家系図を見ていきましょう。祖父は佐野万作、そして佐野万次郎の両親が佐野誠と佐野桜子です。そして佐野桜子は佐野慎一郎とマイキーこと佐野万次郎を産んでいます。そしてですね、すぐに佐野桜子は死去し、夫の佐野誠はその後黒川かれんと再婚しエマを産んでいるんです。ではですね、河原木選手はこの家系図のどこに入るのかというと、家系図にするとですね、一つ目はマイキーの双子のパターンです。そして二つ目は佐野桜子の旧姓が河原木であり、河原木家に関係する人物、河原木選手が佐野家と関係する場合、このどちらかが考えられるんじゃないでしょうか。そして二つ目はサンズ・ハルチオとの双子です。マイキーと同じように双子ではないかと思われているのがサンズ・ハルチオ。理由は大きく二つあり、一つ目は女性的な外見です。第215話で女性だと発覚した河原木選手なんですが、東京リベンジャーズでも登場時から女性ではないかと思われていたものの、最終的には男性だった人物がいます。それがサンズ・ハルチオ。サンズはですね、5番隊の副隊長として初登場すると、金髪の長髪、そして中性的な顔立ちから女性だと思われてきました。しかし2018年、現代では男性だと判明。そして河原木とサンズが双子だと疑われる2つ目の理由は特徴的な目元です。サンズ・ハルチオは女性らしい非常に長いまつげをしているんですけども、実は河原木選手も同じように長いまつげが描かれているんです。個人的にですね、作中のキャラクターをすべて確認したんですけども、橘日向さんやエマなど誰でもわかるような女性キャラクターを除いて、まつげが描かれているのはサンズ・ハルチオと河原木千住だけしかいないんです。二人は意図してまつげが描かれているのかもしれません。ではそんな女子高生河原木千住なんですが、ブラフマンとの関係性を見た時に違和感がありますよね。それは年齢差。現状ですね、竹道とドラケンを除く元々のブラフマンのメンバーは、河原木選手、明石武臣、嵐慶三、今牛若狭の4人なんですが、なぜか河原木選手だけ圧倒的に年齢が低いんです。しかもその差10歳以上。つまりブラフマンとは、女子高生が大人のヤクザを従える組織。これには読者もですね、JK を担ぎ上げるアラサー組織やばくね、サウスも女の子だったらどうしよう、秘宝、目撃したヒナ、ロクアラ短大にイン、という感じでですね、衝撃が計り知れない模様。しかしヤクザに近いグレン隊がなぜ、強いとはいえ一人の女子高生をトップになぜ据えるのでしょうか。そこには明石武臣の何かしらの狙いがあり、河原木選手の家族と過去に明石を引きつける何かがあるのでしょう。そんな若き女子高生首領河原木選手を担ぎ上げる明石武臣の思想とは。第215話ではドラケンに攻められながらも、マイキーが悪い大人になろうとしてんなら悪い大人がぶっ潰す、そういう感じですね。あたかも悪はマイキーだ、
正義は明石武臣だというように話しているんですけども、これだけ見るとですね、ブラフマンはですね、六原短大関東卍会と比べると最も正義に近いチームであり、武道が所属するのに似合っている感じはします。しかしこれは個人的に明石の表な顔ではないかと思っています。明石の裏の顔は別にある。明石は第215話で確かにこのように言っています。マイキーが悪い大人になろうとしてんなら悪い大人がぶっ潰す。つまり明石武臣が言っているこのセリフで何が言いたいかというと、マイキーが闇落ちしないようにするのが梵天の目的だということなんです。にもかかわらず2018年では明石はその目的を果たせておらず、日本最大の犯罪組織梵天の創設を許すばかりか、自分自身も犯罪組織の一員になっているんです。さらに NP 曰く、ブラフマンは暴走族というよりもヤクザに近い組織だ、黒い噂も絶えないと言われているように、ロカル短大を率いるテラノサウスのような最強や日本一をブラフマンは目標としておらず、あくまで犯罪組織の確立こそが明石武臣の真の狙いなのかと思います。こうした背景やポイントを見ていくと、第215話の明石武臣のセリフは正直なところ実現できないものであり、さらに自分自身もマイキーと組んで犯罪組織梵天の構成員になっている。つまり明石はそこまで信用できない男だと思っています。なので215話でブラフマンってめっちゃいい組織じゃん、明石武臣ってめっちゃいいやつじゃんって思うんですけども、騙されないでほしいですね。という感じで解説してきたんですけども、どうでしょうか。特に川原木選手の正体、女子高生について、コメント欄にぜひともご意見をお待ちしております。